はい、いらっしゃいませ。どちらまで？名古屋まで往復でお願いします。はい。あ、今日名古屋ばっかり行く人はいるけど、なんかあんのか？あ、音楽のライブありまして。あー、ライブか。道理で今日名古屋ばっか作ってんだと思ってたんだよ。誰のライブ？グリーンですね。あ、グリーン。あ、グリーンか。なんか娘がな、前なんか映画見に行ってたな、そういえば。あ、そうなんです。一人で行くの？あ、友達とです。これか。いやいや、男友達です。グリーンは男の人だな。あ、そうですね。あの全身緑色のおでこからなんか出す人だろ。ピッコロじゃないですか。よくわかってんじゃないか。うっちゃわなもん、ドラゴンボール世代だからな。あ、そうなんですね。あ、ちょっと急いでもらってもいいですかね。ちょっと待ってるんで。あー、悪かった悪かった。ついついな、もう話ばっかりしちゃうからな。もう駅長に話ばっかすんなんて怒れちまってんだよ。失礼失礼。そうだと思います。グリーンって人はどんな顔してんだ？あ、グリーン顔出してないんですよ。え、そうなの？なんで？いや、歯医者でなんか普段働いてて、歯医者にも影響しちゃうっていうのもあると思います。あ、そりゃすごいな。もう歯医者やめちまえばいいのにな。もう歌だけで食っていけるだろ。まあ、食っていけると思いますね。ああ、でもすごいな。歯医者もやって歌もやって。俺じゃ無理だわ、そんなもん。うん、無理だと思います。あ、でもまあな、俺の場合は一つにどっちかに絞った方がいいと思うけどな。やっぱどっちか中途半端になっちまうだろ。いや、あんたが言うなよ。一つもできてないんだから。いや、ちょっと急いでもらってもいいですか？はいはい、ごめんなさいね。もうできるよ。お願いします。もう飯食ったんか？はい。どこで？あ、瀬川です。あ、瀬川か。カレーうどん食ったんか？いや、普通のです。え、瀬川行ってカレーうどん食ってないのか？瀬川行ったの？あ、もう話広げるのやめてもらっていいですか？ちょっともう急いでるんで。あ、失礼失礼。よし。あ、ちょっと間違えちまった。ちょっと作り直すわ。あの、ちょっと本当にもうライブ始まっちゃうんで急いでもらっていいですか？これダメだな。ちょっと復旧作業するから、ちょっと隣の窓口行ってくれ。いやー、もうちょっと勘弁してください。あの、早くお願いしますね。あ、いらっしゃいませ。名古屋の往復で急ぎ目でお願いします。はい。グリーンのライブですか？あ、そうです。楽しんで行ってきてくださいね。お席は？え？いや、自由席で。え？え？いや、自由席で。え？は？何なんですか？いや、自由席って言ってるじゃないですか。え？何のライブでしたっけ？いや、グリーンです。めんどくさい。あ、グリーン席だ。かしこまりました。グリーンだからグリーン席か。楽しんでいっておいで。どこの駅？